か人生に影響を与えた出来事で、これドラゴンホーリー来るのかなと思って全然来なかったんですよね。ワンオブザ複数名詞、本当に東大の時間がないんで、うん、素晴らしい部屋ですねこれね。そうで始まりましたマチャシャンです。今回はですね、はい、タワシさんにおいでいただきました。はい、タワシです。お邪魔します。はい、あ、僕の家です。そうですね。もうあのただのガリ弁です。なくなったんですか。あ、ちょっともう完全に体から抜けちゃってて忘れてました。どうも、ただのガリ弁です。今回はですね、今タワシさんの東大受験に向けて私英作文ね、いつも添削してるのでどんな感じなのか見ていきたいと思います。お願いします。はい。はい。一つ目のやつが飛び級制度の導入について思うことという形なんですが、はい。それについて賛成したわけですね。賛成ですね、やっぱ飛び級は、はい、で、はい、どうしてか、なんて書いてます、覚えてないですね。はい、I think we should adopt a system which permits skipping grades for following reasons ね、だが必要ですね、 for the following reasons ね。あ、抜けてます。はい、やっぱ結構裸名詞目立つんで、見てると、はい、あとか複数形の S がついてないっていうの、はい、それ難しいんですよね。これスピッキングレイズなんて知らなかったでしょって思ったけど、この表現を飛び級っていう表現、あ、ここはちょっと調べましたですよね。絶対知らないだろうなと思ったから、はいはい、で理由として Extremely excellent students who are likely to contribute the future of Japan、 日本限定になったんだなと思いましたけどね、はい、その飛び級制度しか書いてなかったけど、あ、そういうのは勝手に限定しちゃいけないですかね。やっとこ、まあ、なんでいきなりなんだろうなっていうのは思いました。なるほど、ね、はい、Shouldn't be discouraged、 discouraged to do じゃなくて、まあ、一応 discouraged は一風呂前の字ですからね。これは基本的なところですね。そうだね、 discouraged、 これはカンマを打ったわけですね。はい、However, such a case might happen if they study academic subjects at the same pace of their classmates as でしょうね、多分ね、 because they can be satisfied with them。 この辺やっぱり代名詞指示詞の使い方がね、そこが結構添削してもらう中で結構間違い多いですよね。そうよね。なんかでも指示語を使いたくなってしまう場面が結構多くて、そうですね。指示語は効果的に使えれば文と文とのつながりを表す一貫性を見せるすごいいい技なんですけど、指示語をミスってしまうと、これが can be satisfied with them、 この them が一体何なんだっていうわけなんですけど、これは subject、 そうですね、 subject ってことなんですね。classmates とかを取られちゃうのか、前にちょっと紛らわしいのがあったら避けた方がいいとか、はっきり分かるように勉強に満足できないってことだと思うんで、で、adopting a skipping system and permitting them to study more difficult subjects can avoid such a、 またサッチャー作ってる、 such a shame thing、 あ、なるほどね、 shame on you みたいな、 such a shame thing、 ダメですか、残念だってことを言いたいんでしょうね、 ね、そうです、そうです、そうです、こんな表現ないという、 this situation とかですか、はい、this situation とかですかね、あー、はい、そっか、それだったらいいかなと思うんですね。飛び級制度だと、まあ、発揮できないっていうのを言いたかったわけですよね、はい、満足できないだけだとちょっと弱い気もしますけどね。もっと難しい教科を勉強できるようになればもっと貢献できるようになるとか、あとは難しいですね、早い段階からできるようになるっていう、早い段階でいろいろできるようになるとか、ああ、なるほど、内容面もやっぱ結構、そうですね、内容を意識しないと、意識しないといけないですね、結構その原点がありそうな答案がもしかしたら、いやでも本当に東大の時間がないんで、うん、そこで全部やっていくのがむちゃくちゃ難しい、ね、飛び級むずいですね。だからこう周りに高いレベルの人がいると、その人はもっと伸びてって、うん、もっと早く何かができるとかだったら、まあ、飛び級の意味が出てくるんで、まあ、まあ、ただ東大はね、本当難しい表現はそんな使わなくていいんで、できる限り優しいもので。次は人生に影響を与えた出来事で、これドラゴンホーリエ来るのかなと思ったら全然来なかったっていうね。いろいろ表現が多分できないなホリエさんとかね。One of the、 これ絶対やっちゃダメだよ。 One of the incidents ですね。わー、 One of the 複数名詞は、これも絶対基本のところですよね、はい、まあダメだ。 Which affects だったらね、今でも行われちゃうからね、影響すでに起こったことですからね。過去完了、過去完了じゃなくて affected にするかはずです。で、 My life is winning the cityサッカートーナメント、あ、ここ座が抜けてる、そうですね、シリーズサッカートーナメント、そうですね、トーナメント数えられるんで。 When I was in high school, after beaten by a rival team、 そう、いきなりこれ負けたんですもん。ちょっとびっくりしましたけどね、勝ったっていう話なのにいきなり負けた話になったんで、ああ、なるほど、
なんだこれ勝ったの負けたの急にか、この前にとかが欲しいわけですね、このトーナメントの前にとか。あーなるほど、いきなり負けたんでびっくりしました。あれ勝ったって書いてあるのに負けたって書いてある、負けたといやでもこれねよくあるんですよ、いろんなの再建しててよく出てくるパターン。なんか試合に勝ったっていうのはもうお決まりの回答なんですよ。大体人生で一番嬉しかったことはって言って、はい、あでも一番面白かったのは添削しててテニスの練習試合で勝ったこと。いやいろいろ頑張ったじゃないですか。合宿の練習試合で友達に勝ったことって書いてあって、それちょっとずっと勝てなかったじゃん。そうだと思うんですけど、いやちょっと練習試合でも大きい一勝だったんでしょ。その後の本番どうなったんだと思いながら書いて、decided to withこのなんで Wiz なの Win なんでしょうか、ね、これ Win を多分書き間違えちゃいましたね、こういうの。 The next tournament and started to exchange opinions more frequently about what we have to do to win. 過去だから過去の方がいいと思いますけどね。 We would 過去から見た未来だったら We would have to do to have to do in next year、 これ絶対やっちゃいけないやつですね。いやーと NEXT が来てる時、 NEXT が来てる時、ね、やりとりで説明しましたけど、 NEXT year は今から見た来年ですから、ね、はい、この時から見た次の年は The next year とか The following year ですね。で、We finally won the tournament ですね。こう同じ表現何回も何回も見ましたね。で、I learned from this incident. またインシデンス好きですね。間違ってますかね。インシデントとか、はい、まあ、そのまま This だけでいいです。This, that it is important to exchange opinions with other people. これ、so as team のことですね。これ、in order to のことですもんね。Achieve the shared goal. はい。そんな感じですかね。だんだんそうです、はい。前回の反省を生かさなかった。目が、ほこりでめちゃめちゃやられてくる。ああすいません、多分ほこり増えてると思うんで、目薬忘れてたら、まあ後で薬局です、ね、すいません、ほこりの量はすごい。だから僕アレルギーめっちゃあるけどほこりにはないので大丈夫なんです。リアクションが出てこないですけど、目はめちゃめちゃやられてる。まあ部屋の様子をちょっと汚ねえ部屋だね。はい、素晴らしい部屋ですねこれね。素晴らしい部屋ですねこれ。すごい。まあでもこれも掃除したんですもんね。大体森田先生が来られるタイミングで掃除してますね。2回今までしましたね。いいですね。だからでも前回夏だったからもう半端なかったですけど。いやでも全然今日は過ごせる。いやもうあの後さらに暑くなったんで、もう実際ここに入れない。地獄ですよね。入れなくなった。だから実際実習室行ってました。あ、なるほど。もう本当無理なんで。飛行機も今日はあんま来なかったです。なんで、そんな感じでやっていってもらえば、多動化進んでますか？いやもう最近はでももう、問題演習とかを結構やるようにしてるんで。じゃあ引き続き送ってもらえればと思います。はい、多分まあね、視聴者にも勉強になりました。勉強になったと思いますんで。はい、よかったと思います。はい、今回は、たくさんにおいでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。